一般的に農家が生産性向上っていう時って大体その収量じゃないですか。だから 10R あたりの生産量、収穫量が増えるためにはどうしたらいいかみたいな、それをもうストレートに生産性向上とか言っていろいろ手を打ってるんですけど、実は生産性って3つ農家は考えなきゃいけなくて、今言ってる収量が増える多くなるっていうのは土地生産性っていう言い方するんですよ。まあその生産物が増える増えないっていうところで、でそれを気にするときに、じゃあ 10R あたり米で10俵取れた、それを12俵にするみたいな話とか、トマトで10トン取れたものを12トンにするみたいな、13トンにするみたいなのはもちろん大事なんだけど、じゃあその収量増やすときに経費めちゃくちゃかけてもいいのかとか、すごい手間暇かけて作ってそれでちゃんと利益出るのかっていうのは、同時に考えなきゃいけなくて、その経費をかけていいのかどうかっていうのは、これ資本生産性ってちょっと分かりにくいんですけどいうふうに言われてて、要は利益率を気にしませんかっていう話なんですよ。いくら生産量が上がって売上が増えたとしても経費がそれ以上にかかってたら結局手元に残るお金は減るんで、 10R あたりでも何でもいいんですけど、この 10R あたりで要は所得がどれだけ残るか、 お金の動きをもうちょっと気にしましょうっていうのが資本生産性っていう言い方して2つ目で挙げられてて、でさっき収量を上げるためにどんだけ手間暇かけてもいいのかって言ってた話はもう一つの労働生産性の話で、これ僕がよく口酸っぱく言ってる、要は時給ちゃんと考えようぜっていうことなんですけど、やっぱりその生産量増やすのは大事だけど、増やした時に労働力もそれ以上にかかってたら結局意味ないよねっていう話になるんで、単純に生産量を増やす、土地生産性の向上だけ考えるんじゃなくて、労働生産性もそうだし資本生産性もそうだし、生産性向上ってやった時に経費も気にしなきゃいけない、手間もどれだけかけるかも気にしなきゃいけないっていう、この3つをちゃんと考えて生産性向上を考えないと、なんかすげえ頑張ってむちゃくちゃ取れるようになったけど手取り減りましたみたいなことになったりとか、逆に忙しくなっちゃいましたっていう風になっちゃうんで、ここはなんか三つ合わせてバランスよく考えていかなきゃいけないよねっていう話なんですよ。だからこの辺がどうしても農家ってやっぱりその収量取れて喜ぶパターンが多いんで、むしろ収量は減ったけどかける経費も実はすごい減ったよねとか、収量減ったんだけどかけた手間実は半分で済んだよっていう時に利益が増えるパターンもあると思うんで、必ずしも収量増えることだけが正義じゃないんだよなっていうのはよく思いますね。うちまさにそのパターンなんで、なんかいや、まあ栽培自体は結構お粗末だとは思うんですけど、それだいぶ手抜いてるんですよね。本来ならかけなきゃいけない手間も省いて生産した結果、普通なら10取れるところは7しか取れてないみたいなパターンなんですけど、けど10のところ7なんだけど
労働時間で言ったら普通は10かけなきゃいけないところを5で済んでたりするんで、結果的に利益が大きくなってるっていうことが実際にあるから、なんか単純に生産性向上イエーイとかっていう流れはちょっと待てよとは言いたいんですよね。難しいんですよね。結局平均点がみんな高いんで、なんだかんだ言って生産レベルみんな高いじゃないですか。まあマニュアル化されてる部分もあるんでしょうけど、80点平均で取ってるところから90点100点取るってものすごい労力かかるんで、稲作で10票、まあ10票が平均じゃないかもしれないけど、10票を12票にするってすごい大変だと思うんですけど、なんかその大変さを達成するためになんかすごいいい肥料使いましたとか、すごい機械入れましたとかだと全然意味なくなっちゃうんで、同じコストで何か技術を、新しい技術を取り入れてだったらいいかもしれないし、同じ収量だけど手間は逆に減ったっていうのもいいとは思うんですよね。その一つ、道は一つだけじゃないっていうのは結局言いたいんですけど、単純に収量だけ求めるんじゃなくて、収量を増やさないで利益を増やす方法はいくつもあるよっていう話ですね。なんかこれを知ってるか知ってないかの差が大きいんじゃないかなと思います。いや金ねえわっていう時にやっぱり生産量増やしたくなるんで、生産量増やす、いや待てよ、経費を削減する手もあるんじゃないかとか、働く時間減らしてもその収入が減らない方法もあるんじゃないかとかっていうのは考えてみていいと思うんですよね。なんか緑肥使うじゃないですか、有機農業の世界で。緑肥使うとやっぱり生産性は落ちるんですよ。土地生産性は、緑肥を栽培してる期間があるから、はい、年間通しての収量っていう意味ではかなり下がっちゃうと思うんですけど、けど緑肥を使う代わりにその堆肥入れなくていいとか、なんかまあ他にもいろいろあるんでしょうけど、ちょっと今パッと出てこないけど、単純に土地生産だけを追求してたら緑肥っていう考えには至らないんで、はい、あれはあれで革新的だなぁと思いますね。堆肥もまあそのマニュアルスプレッダーみたいなファーッと巻く機械があれば、別に堆肥巻く手間は当然まあかからないんでしょうけど、それはそれででも機械をまず買わなきゃいけないし、手で巻くってなるとすごい大変なんで、あれはちょっとやってられないですからね。一丁部を堆肥巻くってどんな修行ですかみたいな話ですからね。僕30R でやった時もうこれもうダメだなと思いましたもんね。もうたかだか2トンとか4トン巻くだけでもうかなりしんどい思いしてるんで、一丁とかありえないですからね。